現在私はヘドラのフィギュアを探しております。皆さんご存知でしょうか。大阪万博1970年、その翌年の1971年東宝チャンピオン祭りで公開されましたゴジラシリーズ第11作ゴジラ対ヘドラに出てきました、怪獣でございます。当時はですね、我が国は公害、はい、ヘドラというその、怪獣でしょうか、ちょっと、どういう姿か存じ上げませんので、はい、見せていただけるとありがたいんですが、仕方ありませんね。このような姿をしております。ヘドラというのはですね、名前の通りヘドロから生まれた公害怪獣でございます。でね、こう光化学スモークとかをですね吸いまして、どんどん大きくなるんですね。でこれがこう一番大きくなった時の姿なんですけども、このフィギュアがですね、フィギュアというかですね、ソフトビニール人形ですとか、まあいろんなものがあるわけですが、なかなか数がない。携帯電話会社がですね、使用料金を下げたりしている昨今ですね、ぜひこのヘドラのフィギュアもですね、安い価格で再発売していただけないものかと。何でしょう、ちょっとね、数をこう多く出さないで、なんかこう市場価格をこう釣り上げるかのようなです。はい、携帯料金の値下げの話題も上りましたが、ええ、今犯行も、話題になっておりますけれども、犯行については、なるほど、犯行なくせなどと、乱暴な物言いをしておりましたが、あれですね、行政手続きに あまり無意味なですね、こう判子を押すというような、そういった手続きがなくなるというのは、大変歓迎すべきことであると考えております。印鑑制度というものはですね、今のところ、どの大臣も、どの役人も言っておりません。というよりは、印鑑制度は、維持し続けると、そういうようなことになっておりますので、ぜひ、あれですね、こういうことで、よろしくお願いします。ということで、以上です。はい。ご自身、判子店を経営されておりますけれども、はい、ハンコがなくなるということには賛成なんでしょうか。ハンコがなくなることに賛成なわけねえだろ。何を言ってるんだ。はいはい、どうぞ。将来への不安はあるんでしょうか。私がですね、生きてる間は大丈夫であろうと、のんびり構えております。はい、ありがとうございました。嫌なこと聞くね。あ、そうだ、コロッケそばは美味しいよ。